交番相談員は日本の都道府県警察において最雇用職員として各交番に勤務している警察職員である。国家公安委員会の地域警察運営規則で定義されており、主に60歳から65歳の警察官 OB で構成されている。昭和後期から平成期にかけて警察官の人手不足が深刻化し、 本来は24時間警察官が詰めているべき、交番が、勤務者が警ラに出ることによって一時的、もしくは日常的に無人となる、空き交番が、問題となった。1985年には、大学生二人が解放泥棒を捕まえて交番に、連れて行ったところ空き交番であり、捕まえた学生が逆襲され、視殺される、平野さん事件が発生、平成10年代後期に入ると、 地元民にも知られる警察官のいない見せかけ交番の存在や平野さん事件と同様に犯人に逆襲された事例などが TV 番組でも取り上げられるようになり事態の一層の深刻化が見られたこの秋交番対策として1987年に北海道警察で導入したのを皮切りに警察庁、警視庁、各府県警察では 警察官 OB を交番相談員として採用することを開始し、配置されたのが交番相談員である。名称は現在の交番相談員に決定するまで変動があり、制度発足当初は市民応接員などの故障も見られた。主な仕事内容は、警察官が不在の間の収得物届や自転車等、被害届の受理、知り案内、物損交通事故の処理の補助、 警察安全相談受理、事件事故の通報受理などである。あくまでも警察の非常勤職員であり、警察権に関する法的権限はないが、ベテランの警察官 OB が対応することもあって、市民からの評判は、おおむね、良いとされ、市民の相談に迅速に対応した結果として、悪徳商法の摘発に至ったケースもあり、成果を上げているとされる。 警察本部ごとに細かく異なるが、ほとんどの場合、警察官によく似た制服を着用していることが多い。警察官ではないので拳銃、手錠は法令上携帯することができない。護身用に特殊警棒を携帯している場合があり、また受霊機を持っている。2010年現在、配置率は向上しており、神奈川県警察ではすべての交番への交番相談員が配置されている。 東京都の場合、各交番における交代勤務は約1200人、総人件費は年間23億円を超えるとしている。また2013年現在、報酬の支給日は毎月15日、月額約16万5000円、交番相談員の通常の勤務時間は1日につき5時間45分、1週間に月二28時間45分である。任命権者は、 警察本部長である。位置づけは、地方公務員特別職とし、各4回更新し5年まで勤務が、勤務可能であるが勤務が5年を超える場合がある。職務質問や、交通取締りなど警察権に関する、法的権限はなく、警察官の補助、相談の警察官への取り次ぎ等を職務とする。見え、秋交番対策に相談員制度公表豊富な、経験。 増員望む声も、中日新聞、2017年3月25日閲覧。主に検証付き、両胸に蓋付きポケット、前土地部分のすべてに金ボタンがついた紺色のジャンパーとスラックスで、帽子も警察官の活動帽に似たデザインのものが着用されているが、国家公安委員会規則でデザインなどが詳細に定められた。 警察官の制服と異なり都道府県により多少のデザインの材がある。警察官や民間警備会社の警備員と区別するため、上着の左胸の階級章をつける部分には警察本部名の刺繍がされ、また背中には交番相談員カウンセラーの文字が刺繍、または印刷されている。さらに上着の胸部と上腕部には表彰着用。地域警察運営規則。 e 株法令検索総務省行政管理局2013年12月3日閲覧ありがとうございます